消防団員は全国に約88万人、そのほとんどが仕事を持ちながら活動しています。仕事中の消防団活動への配慮や消防団員の雇用など積極的に協力してくれる企業、それが消防団協力事業所です。今回紹介する消防団協力事業所は川上町三沢の株式会社三美産業。ゴミの収集や浄化槽の管理、水道工事などをしているこの事業所には12人の消防団員が所属しています。ここで働く貝原さんは成和分団に所属する消防団員です。こちらは石原さん、手の消分団に所属しています。部長、火事が発生しました。出動します。はい、お母さん、気をつけて。はい。仕事中、消防団から出動要請があると消防団員の顔代わり、現場へと駆けつけ、地域のために頑張ります。よし、現場へ急行するぞ。よし。そうですね、まあ、父がしていたっていうのもありますし、まあ、今もしてるんですけど、まあ、その背中を見て、まあ、僕も地域のために皆さんのために何かできないかなと思った時に一つ消防団員っていうのがありましたね。もうみんな仲良く、いざとなった時には一致団結して頑張ってます。やっぱりその地域のためでもありますし、やっぱり地域、地元は地元で守るっていう意識ですかね。そうですね、やっぱりみんなとその一致団結して、その何してた時に双方とか、まあ、いろいろありますけど、その達成感ですよね。そんな時がやっぱり最高の喜びですかね。会社も、消防に対してすごく理解があるので、従業員としても活動がしやすいです。あなたの会社も消防団協力事業所に登録しませんか？僕たちと一緒に町を守る消防団員になりませんか？詳しくはこちらまで。